小枝目ともは伝統的な農業設備の一種。農家その他で出た資料を貯蔵し、下鯉という対比にするための穴、または大きめの水瓶。穴の方の外見は井戸に似ている。水瓶の方は素焼きの瓶が多く、合計1から1.5メートル程度のものを途中に埋め使用する。一般的には薄めるための水を入れる水瓶と一緒に設置されることが多い。 日本の小枝目は、英語では、ハニーバケツ、ハニーバケツと呼ばれている。また、シットホール、シットホールを小枝目と訳すこともある。かつては、小枝目で作った堆肥が主要な肥料の一つとなっていた。農家自身の飼料を使うだけでなく、江戸時代には、農家が都市部の長屋などから飼料を購入することも行われ、江戸時代の都市では、これが主要な飼料処理手段となっていた。 その運搬には、声桶を下げた、天秤棒を用いた。発酵熱により高温、低酸素状態となり、寄生虫などを死滅させる、発酵プロセスにより分解されていない、高分子物や人由来の様々な酵素類を分解する、などのプロセスを経る。一方で不十分な発酵や高温に耐えられる、寄生虫乱があった場合、寄生虫病の原因となることもあった。多く、 糞尿から感染した赤痢などは、高温発酵中に、ほぼ死滅する。発酵を行わない死尿をそのまま堆肥とすると、窒素器貨による寝腐れなどの問題を引き起こす。このため、死尿は、声だめなどで十分に発酵することや、使用時に水で薄めることが必要とされた。その後安価で、衛生的な化学肥料が普及したことにより、人間の死尿を使った堆肥は使われなくなった。 また、信用処理も、下水道や、バキュームカーを通じて、下水処理場、信用処理場が行うようになっている。ありがとうございます。